8月30日1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて148円15銭高い 27,789 円29銭でした。トピックスが 21.37 ポイント高の 1950.14 でした。東証一部全体の 84% に当たる1853銘柄が上昇、下落したのは全体の 12%、 279銘柄ということで、東証一部買い物先行という収縮の動きでした。マザーズが 22.11 ポイント 2% の上昇、日経ジャスダック平均が32円高 0.8% の上昇ということで、4市場ともプラスで終えています。日経平均株価冷やしチャートです。まあ、プラスはプラスですけども、結局は長期的な下落トレンドの中で、なかなか直近の高値を上抜いて反転トレンドというところは描ききれていません。注目されたジャクソンホール会合、パウエル議長の会見ですが、年内に利上げをするのが適切であるという前週出た議事要旨を裏打ちするようなコメントがあったと。ただし利上げは急がないと、概ね市場想定の範囲内ということで、先週末のアメリカ市場はそれを受けて買われました。今日の東京市場も一定の安心感が漂ったようで、プラスで引けています。ただしなかなか 28,000円の壁ですね、上にはいけないと。国内でコロナ広がっていますし、政局をめぐる不透明感が強まっていると、そうした指摘も聞かれていました。こうした中で、今日は原油関連株がそれなりに買われていました。1605インペックス、国際石油開発定石ですが、15円高 2% の上昇でありました。アメリカにハリケーンが来ているということ、さらにアフガンですとかイランの核合意などやや中東リスクが高まっているということで、原油先物が週末買われていまして、その勢いですね、原油の先物が買われているということとリンクして、今日は東京市場の関連株もそれなりに注目を集めたようです。また鉄鋼株ですね、5406神戸製鋼といったところも今日は強い動きを見せていました。神戸製鋼は31円高 4.7% の上昇となりました。鋼材価格、鉄鋼の価格、自動車メーカーに売っているわけですけども、自動車メーカー向けの鋼材価格の値上げという動きが出てきているようです。これが、鉄鋼メーカーにとってはもちろんプラス、売上増えるという話になりますから、こうしたところがニュースがプラスに取られているのかもしれません。今日は鉄鋼関連株それなりに強い動きを見せています。今日の東京市場、パウエル議長の注目の講演が終わり、かつそれが市場想定のおおむね範囲内だったということで、アメリカ株が買われた流れを引き継ぎまして、東京市場も買い安心感、一定程度ですが買い安心感があったようです。日経平均株価は148円高で引けています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。